はい、どうも、こんにちは、福田です。本日のテーマは、アクティブファンドの実力検証ってことで、iFreeNext フ FANG ラスですね。こいつの実力を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。データなんですけれども、2018年の8月31日から、2022年の12月30日で見ていきたいと思います。で、ベンチマークなんですけれども、一応この FANG プラスですね。まあ、アメリカの FANG、いわゆる Facebook とか、 とかネットフリックスとか g o o g l e とかえそこら辺を対象としているのでまあそれなで AI フリーので iFree の S&P500 と アイフリーのニューヨークダウと、あとアイフリーネクストのナスダック100ですね。このアメリカの3つの投資選択、こいつをベンチマークとして見ていきます。で、リターンの時間軸は日時、月時、年次の3つで見ていきます。リターンの種類は配当受け取りのリターンなんですが、このファンドも含めてベンチマークもですね、基本的に配当というか分配金出していませんでしたので、まあ実質的なリターンを見ていくことになります。で、見ていく項目はこの7項目となっております。 はい。では、ざっくり結論から言っていきます。え、このファンドなんですけれども、え、とりあえず、え、見た感じだと、え、レバレッジがかかった、え、ナスダック100のインデックスファンドっていうふうな、え、そんな、え、形でした。え、っていうのも、え、この、え、ファンドなんですが、ま、ただリスクが高いだけで、え、ナスダック100よりも優秀というわけでは、ま、特になかったな、みたいな、え、そんな感じでした。え、それなので、投資前提としては、ま、基本的にアメリカのハイテク株に対して強気っていうふうな、え、そういったスタンスが求められると思います。え、では、なんでこの結論に達したのかを、ここから見ていきます。 行きたいと思います。 はい。ではやっていきましょう。まず日時リターンからですね。サンプルサイズ1052なので、まあそれなので、比較的多めかなっていうふうな感じになります。平均リターン見ていくんですけれども、これはですね、3つのベンチマークと比べると、このファンドはリターン自体は若干高かったってことが言えると思います。まあ特にこのナスダク100と比べるとですね、まあそこまで絶対値は変わらないんですけれども、まあ多少高いかなっていうふうな感じですね。で、次、標準偏差なんですけれども、リターンも高かったんですが、標準偏差、 つまり、リターンの振れ幅の大きさですね。こいつもですね、このファンドは高いっていうことがわかります。じゃあ、シャープレシオどうなのかっていうと。 えっと、これ数字自体は同じなんですけれども、ま、ただ小数点をえ加味するとですね、ま、このファンドは、え、3つのベンチマークと比べてですね、え、シャープレッシオ自体は低い、え、つまりは、リターンは高いんだけど、それ以上にリスク取っちゃってるから、ま、だから投資効率的には、ま、この3つと比べては劣ってますよねっていうふうな、え、そんな形だったことがわかります。え、お次に、相関とリスクとベータなんですけれども、ま、基本的に、相関係数は、え、この3つに対して、え、どれもえ高い、え、というか強い純相関っていうふうな形で、え、特に、え、iFreeNext のナスダック100との えー、相関係数がで、えっ、ー、と、ベータ値なんですけれども、これに関しては、ニューヨークダウとは、えー、ベータ値は同じぐらいで、で、えっ、ー、と、S&P が100とナスダック100、えー、これはですね、まあ大体1.1倍から1.2倍ぐらいかなというふうな、えー、そんな感じになってるみたいです。 じゃあ、えベータとアルファのリターンを分解していくんですが、えこれ見ると、ま、若干アルファが出てるように見えるんですけれども、ただ、リターンの大半は、ま、結局、えっと、アメリカ株全体が上昇したことの恩恵を受けていて、それで稼ぐことができたリターンっていうことが言えるんじゃないかなと思います。特にアルファが低いのが、えナスダック100に対してでして、ま、これ、小数点付け加えたらフラスにはなるんですけれども、とはいうものの、ま、えここのリターンの大半がですね、ま、ナスダック100の市場、つまりはハイテック株市場の上昇によって、えっと、 分のリターンというふうな、そんな形になっていたことがわかります。で、えっと実際にベンチマークが上昇したとき、下落したとき次見ていくんですが。 まず、ベンチマーク上昇した時ですね。まあ、これは、えっと、一応にですね、ベンチマークが上昇したらば、このファンドはですね、それ以上の上昇を記録していたってことがわかります。お次に、ベンチマーク下落時なんですが、これも一応にベンチマーク下落したらば、このファンドはそれ以上に下落していたってことがわかるんじゃないかと思います。まあ、こっから見ても、要はここの日時短ベースで見てみた場合には、 このファンドはリターン自体は高かったんだけども、ただそれっていうのはリスクを取っていたからであって、別にですね、投資効率が良かったわけでもなんでもなくって、この間、ニューヨーク、アメリカのですね、株式市場が好調だったから、まあリターンはリスク取っている分だけ高かったよっていうふうな、そういった感じになると思います。とりあえずこれが日時のリターンでした。 じゃあ次、月次のリターン見ていきます。サンプルサイズ52なので、52ヶ月分のリターンのデータって形になります。平均リターン見ていくとですね、3つと比べて、このファンドはリターン自体は高くなっているってことが確認できると思います。お次に標準偏差なんですが、ベンチマークと比べてこのファンドは高くなっていることがわかります。次、シャープレッシオどうなのかっていう感じなんですが、 ま、絶対自治体はそんなに変わりはないんですけども、まあ、いずれにせよですね、えー、3つのベンチマークと比べて、えー、このファンドはですね、え、投資効率自体は悪かったっていうことが言えるんじゃないかなと思います。えー、次、相関リスクベータなんですが、まあ、相変わらずですね、え、ナスダック100との相関係数は、え、高い、え、強い純相関というふうな形になっていて、で、S&P500 のニューヨークダウンに関しては、まあ、え、そう、強い純相関ではあるんだけれども、ただ、え、日時と比べると、まあ、若干下がっているということが、え、確認できると思います。で、え、ベータ

えっと、アルファは、あ多少は出てはいるんですが、え、ナスダック100と対応させてみるとですね、ま、え、アルファ、え、ゼロっていうふうな形になっているので、まあ、そのなので、え、このファンドが、え、利益が出た理由っていうのは、え、ナスダック100の値動きで説明できちゃうってことがわかると思います。え、次、ベンチマーク上昇時の値動きなんですが、え、日時と同じでベンチマーク上昇したら、それ以上にこのファンドは上昇していたってことが確認できます。え、次に、え、ベンチマークの下落時なんですが、え、これは、え、まちまちではあるんですけれども、え、とりあえず、S、え、S&P500 ニューヨークダウが下落した時にはそれ以上の下落幅を記録していたんですが n a s d a q に関してはま若干下落幅小さいんですけどもただ同じぐらい下落していたところがわかるんじゃないかと思いますとりあえず月次のリターンでしたでは最後に年次のリターン見ていきますサンプルサイズ4なので4年分のリターンとい形になりますこれ平均リターン見ていくと えっと、この三つのベンチマークと比べて、明らかにこのファンドプラスですね、このリターンは高くなっているってことが確認できると思います。次、標準偏差なんですが、標準偏差も同様にですね、明らかにこの三つのベンチマークと比べて、このファンドのリスクは高いってことが確認できると思います。じゃあ、シャープレッシオはどうなのかっていうと、これ、日時、月時と比べてですね、数字自体にちょっと差ができて、出ていまして、これはこの三つと比べると、いずれにせよ、 えっと、ファンドのベン、えシャープレッション自体は、え低いっていうふうな形で、えっと、ナスダック100と同じくらい、え同じくらいで、えっと、ニュ S&P500 とニューヨークダウン、えこれと比べると、えだいぶ低いっていうふうな、えそういったことが確認できます。えこれ、リターンが高いことを、え鑑みると、え要はリターンは高いんだけれども、それ以上にリスク取っちゃっているから、まあだから投資効率で見た場合には、え S&P500 とか、ニューヨークダウンとか、えぇ、ないしはナスダック100、えこれの方がファンドよりかは、えシャープレッション高いよっていうふうな、えそんな形になります。次 大しくベータなんですけども え、なんだかよくわかんないんですが、え、ーヨークダウトの相関係数がマイナス0.05と、え、ほぼ無相関って形になっていて、で、え、S&P500 もですね、え、0.37と、え、ちょっと弱めの純相関っていうふうな形になっているんですが、え、相変わらず、え、ナスダック100との相関は、え、高いっていうふうな形なので、まあこれ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、え、基本的に、え、このファンドは、え、ナスダック100市場、つまりはアメリカのハイテク株市場との連動性は、まあ基本的には高いよねってことは言えるんじゃないかと思います。え、次、えっと、リターンをベータとアルファで分解。 えっ、ー、と、ここのニューヨークダウンに関してみると、まあ、相関係数が、えー、ほぼ無相関だったので、まあ、そのなんで、えー、リターンの丸ブルほとんどが、えっ、ー、と、アルファ出ているよっていうふうな形で、サンドペイグ100に関して言うと、リターンの半分はベータだけど、リターンの半分はアルファだよって感じになっているんですが、えー、問題がナスダック100でして、まあ、若干アルファが出ているようなんですが、えー、とは言うものの、えー、このファンドの、えー、リターンの、まあ、大部分、えー、っていうのは、えー、大部分というかほぼ全てはですね、 え、ナスダック100の値動きによって説明できちゃうっていうふうな、そういったことは言えるんじゃないかと思います。じゃあ、ベンチマーク上昇時なんですが、これを調べて、ベンチマークが上昇したらば、このファンドはそれ以上の上昇していたってことが確認できます。じゃあ、最後にベンチマークの下落時なんですが、これ、ニューヨークダウはですね、そもそもこのサンプルの期間のうち下落してなかったので、どっちともゼロって感じになっているんですが、少なくとも S&P が下落した時には、このファンドはですね、かなり大きな下落幅を記録していたっていうことと、 あと、ナスダ100が下落したときには、このファンドは S&P500 との幅はないんですけども、ただ少なくともナスダ100よりかは大きく下落してやったことがわかるんじゃないかと思います。とりあえず、これが年次のリターンで、これで動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでやっておりまして、えー、質問、感想などありましたらコメント欄の方に、えー、書いてください。えー、あとリクエストも募集中です。で、えー、この動画面白いと思っていただけたら、えー、高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい。というわけで、えー、今回以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。